あなたの旅のお供をするモデルコース特化型チャンネル近畿旅部。本日紹介するのは梅田の格安モデルコースです。梅田といえば大阪の中心で物価が高いのが特徴です。そのため梅田を無料で観光できるの？またまたウィンドウショッピングだけとか言うんじゃないの？って思われる方が多いのではないでしょうか。今回紹介するモデルコースはショッピング施設と組み合わせることは可能です。しかしメインではございません。グランフロント大阪にある体験施設や見学施設を詰め込みました。お友達やカップルはもちろん家族連れにもおすすめできるプランとなっていますよ。梅田で普段経験できない体験ができる無料プランです。このプランで楽しみましょう。この動画の詳細は個人ブログにて公開中です。気になった方は概要欄からぜひ見てくださいね。では行きましょう。今回のプランは体験・見学型中心の無料モデルコースです。このプランを見ると聞き慣れない観光スポットが多いと思います。しかし体験施設や見学施設は電化製品の大手企業が手掛けていますよ。普段は経験できない新しい発見が見つかります。これらの施設が無料で利用できるのも魅力的です。では実際にこのプランのメリットとデメリットをご紹介します。メリット一つ目は移動が少なく駅へのアクセスが抜群ということです。先ほど地図を見てもらったと思いますが歩く距離が短いです。観光スポットが同じ施設内にあるので疲れもたまりません。大阪駅周辺の施設なので交通機関とのアクセスも良く迷わず回れますよ。メリット2つ目は新しい発見がたくさんあり知識も学べるということです。普段学べないような技術を知ることができます。小さなお子様がいる家族連れにもおすすめができますよ。夏休みの自由研究にいいかもしれませんね。メリット3つ目は周辺施設とアクセスが良く組み合わせやすいということです。梅田ということで周辺には観光スポットが多数あります。ショッピングや雑貨巡りカフェ巡りもできますし大阪ステーションシティの広場に行って都会を堪能することもできます。皆さんの好みに合わせてプランを組み合わせてくださいね。しかしメリットだけではございません。残念ながらこのモデルコースにはデメリットもございます。デメリット一つ目は雨だと庭園を楽しめないということです。見学体験施設は室内なので問題ありませんが庭園は雨だと楽しめません。傘を持って行っても景色が悪く残念な結果に終わることでしょう。その場合は大阪ステーションシティ内の時の広場がおすすめですよ。デメリット2つ目は学生同士では物足りなさがあるということです。ショールームや科学などに興味がある学生はいいと思います。しかし学生同士で行くには少し勇気がいるかなという印象です。学生といってもカップルはお互いの価値観を知る上でおすすめですよ。デメリット3つ目は天空の農園は11階から14階まで階段を使うということです。階段が問題ないという方も多いと思います。そんな方はデメリットではございません。しかしいろいろな場所を回った後の階段は答えます。階段のことも考えながら移動してくださいね。では観光スポットの詳細を軽く流します。Thank you.
どうでしたか？今回は梅田の格安モデルコースを紹介しました。皆さんの参考になれば嬉しいです。次は梅田の穴場モデルコースを紹介します。今後もたくさんのモデルコースを紹介するので、ぜひチャンネル登録・高評価をお願いします。質問や意見・アドバイスもコメント欄にいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。